ハンドゼロだけど。ご視聴ありがとうございます。トロキ大塚です。西東京のタバオです。ということで今回タバオくんとパイオニアやっていきたいと思いまーす。はい、ということでタバオくんとね、動画撮るのは初めてですね。初めてです。最近ちょっとね、コンバートよく出演してもらってますけど、結構いろんなデッキをしててね、今回はパイオニアの面白いデッキ、これ自前のデッキかな？あ、そうです。自分のデッキで。はい、持ってきてもらったということで、ちょっとね、大変やっていきたいと思います。というわけで僕がね、まず使うデッキ紹介したいと思うんですが、今回紹介するデッキはこちら、ヒロイックデッキです。これはですね、この前の、第8期パイオニア神決定戦で神が使用したデッキでもあるボロスヒロイック、最近かなり有名でというか注目されていて、まあ、ニューカペナに登場したこの昇降の巨匠というカードがあるんですけど、これ2マナ11 2段攻撃、自分のコントロールする呪文対象になるたび防御するんだよね。だからなんかこういった神々のご示しみたいな対象を取って守るカードとかを使うと防御してでかくなった上に、しかも2段攻撃でね、そのでかくなったパワーをよりね活用できるっていうカードになってます。で、他にもこういった英雄的って対象を取るとプラス1カウンターが乗るっていうカードを、果敢な一撃とか、まあ、さっき言ったお示しみたいなカードで、で自分のクリーチャー強化するようなスペルを一緒に使うことで強化していって攻撃するっていうね、コンセプトのデッキになってます。うん、まあ、果敢な一撃とかもそうなんだけど、この祖先の怒りとかも今日キャントリップがついてるから意外とね、クリーチャーにどんどんスペル打っていくんだけども、息切れしないんだよね。うん、息切れせずにどんどん強化していってアタックすることができて、まあ、序盤でマウント取ってそのまま勝っちゃうみたいな、ゲームをするデッキです。まあ、ちょっと軽く回したんだけど、意外とね、考えることが多くて、例えばクリーチャーが相手に結構並んでいたら、どういう風に行くのかとか、逆にその、このまま行っちゃうとただ不安そうになっちゃうから行かないのかとか、あとは相手に駆け引きを許容するデッキでもあるね、神々のお示しみたいなプロテクションを与えるカードがあるから、このままブロックしてもいいのかなみたいな、そしたら一方取られちゃうんじゃないかなみたいなプレッシャーを常に与え続けることができるんで、そういった駆け引きが大好きな人に、おすすめデッキかなと思います。ということで、このボロスヒロックで今回は戦っていきたいと思います。このデッキは対戦したことある？はい、一回やります。ボーギの持ってる、こいつ、こいつがいて、なんか、無限に土地とかいらないカード捨ててって、有効牌を適度に貯めてって一気にバッて決めてくるイメージあります。はいはい。ティッシュの大会もよく出てるよね。あ、出てます、出てます。ジャッジもやりつつ、ジャッジやりつつ、大会も出てる。仕事終わったらすぐ大会です。みたいな感じでね、よく遊んでくれてるカードなんですけども、はい、じゃあ今回のタバオくんのデッキご紹介よろしくお願いします。はい。今日僕が使うのは、もう最近、もう、パイオニアで大会出まくってる人間デッキです。おー。これ人間なんですけど、うん、最近ニューカペナで救出専門家、このカードすごくって、例えば、2ターン目に出した魅力的な王子だったり、うん、サリアの区間っていうのが、まあ、すごい相手に除去られやすいんですけど、うん、そいつらが除去られたらもうこの救出専門家でもう一回場に出しちゃって、で出た時能力を誘発するっていうような、うん、リアニメートをね、すずるって感じのカードだよね。2マナでできるっていうのと、パイオニアでハイパーパワーカードの集合する中体が使えるっていうことで、はい、まあ、これが強いかなと思って、これ使ってます。結構じゃあ最近強化されたっていうか、こんな感じなんだ。そうですね、うん、最近はすごい、もうレシピもいろんな方が上がってて、はい、今みんなが構築を頑張って、研究してるみたいな。研究してるような感じですね。まあ、人間デッキって言ったらさ、やっぱ、パイオニアじゃなくて、モダンの方がかなり有名だとは思うんだけど。そうですね。それとは結構違った感じかな。そうですね、モダンはやっぱり、強化の勇者っていう1マナ1字のクリーチャーがいたりとか、うん、バイアルっていう強カードがあるんですけど、うん、パイオニアそこら辺のカードがなくて、まあ、1マナ1だと実験体とか、うん、人間に見えないクリーチャーだったり。いるね、いるね、進化持ってるね。そう。あと、最近スタンダードでも使われてる融合の神道で、まあ、なんかモダンとは全然違う人間が見せられるかなと思います。うん、はい。というわけで、今回じゃあ、このボロスヒロイックと、人間的対戦やっていきたいと思います。よろしく。はい、じゃあ、はい、お願いします。お願いします。じゃあダイス大きい方、はい、3、3、お、かすった。お互いね、先行欲しい感じする。じゃあ私は先手をいただきます。はい、先行大事だと思ったが今回は取れなかったということで、じゃあこれ1枚戻します。はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあ先手で、G の2はタップインで端子です。はい、お、しっかり9ラブ2浮かばんの中こだわりを感じる。じゃあ感動的な調合書から、はい、やっぱ1マナの英雄的といえばこちら、あ、強い、の重装兵。こいつは1マナ1に英雄的なんだけど、プラス1カウンター乗って、しかもこのターン中ダメージを全て軽減する。やばいっすよね、無敵、戦闘強すぎる、何でもおぼし飯ついてるみたいな。取らします。はい、完成の中庭でに際して、クリーチャータイプ1つ選んでそれのマナを出すことができます。好きなマナが出るというのと、あと起動型能力もそのマナを使うことができる。うん、では、緑で、はい、ムレヒキーの振動。おお、こいつ人間。人間には見えないです。こいつ、殴るときにパワー6以上で殴ってるとカード1枚引きます。
で、鴨田修です、はい、いや確かにさ、なんかその最近その五色土地、部族の五色土地増えたよね。なんか昔はさ、あの手つかずの領土しかなかったぐらいでね、本当にあとスリバーの巣みたいな限定カードあったけど、あとまあパイオニアだと魔の合流点もあって、はいはいはい、五色土地がまあ一応4種類積めると。魔の合流点でも痛くね、痛いネオカミ川で増えたの結構偉いよね。これ偉いですね、うん、じゃあセットランドして、はい、ポンとアタックしてみようかな。え、これはね、果敢な一撃持ってそうなんで、3点相打ち、相打ちにもならない、ちょっとしょっぱいんで1点通します。お1点でいいですか。1点でじゃあ1点で、はい、1点いきます。いや、ブロックしてきたらどうなったか分かんなかったじゃあ、大メインで戦慄しなきゃいけないし、あーきついですね。こいつはね、レガシー禁止カードです。え、そうね、まあ、英雄的をね、誘発するカードもう1回使えちゃうよっていうカードです。おしまいです。こいつは次は多分殴らないのかな。じゃあ、ドローします。だな、よっ、もう一回人間で白を出します、はい、うん、有望な進化、おー、いいね、いいね、こいつも訓練、うん、白と無色で魅力的な王子、はい、こいつは出た時に、戦術2と3点ゲインと、クリーチャー1体を、ブリンクする、うん、追放してエンドに帰ってくるっていう能力を選べます、うん、まだライフもあるんで戦術2を行います。まあ、結構詰めてる時にね、3点ライフゲーム結構強いからな。そうですね、うん、じゃあ、そのまま上上で置きました、はい、で、そのまま殴らずに短縮します。難しくなるないよ赤白の嫁など白の状態を受けますと、はい、アタックしに行ってみよう。じゃあアタック1、2だけでアタックしましょう。1体ですか。1体でいいです。1点通します。通す、通します。じゃあ1点で、1点で、はい、大丈夫です。なんか使わせないとね、手がどんどん溜まってっちゃうんですよね。じゃあメイン2、はい、またクリーチャー並べよう。昇降の巨匠、あー一番強い。おしまい、通します。こいつはね、結構いろいろ戦闘有利にできそうな気がするからね。先日で積んだ土地を置いてから、はい、4枚。あ、もしかして中退。おぉ、聞くなんもないですか。ないです。もう一枚も中、あの、上積んでるんですけど、いいですか。え、なになんだなんだ、怖いぞ。え、サリアと1、2、3、4。え、なるほどね、サリアかぶってくんのか。サリアだと、まあ、1マナでこのターン何も唱えられなくなるので、サリアにしようかなって思っていたんですけど、もっと強いカード引いたか。サリアと空洞将軍。将軍出てきたなんだこいつ。こいつは出た時に墓地のカード1枚を追放できます、うん、っていうのと、2マナと、人間2体生きにすすぎるとパワー4以上のクリーチャーを破壊できます。うわヤバすぎるっていうのと、人間のロードです。ロードはね、あれプラス1とね、あと1個しか能力がついちゃいけないっていうね、その法律で決まってるんで。なんですか島渡りです島渡りとかしかつけちゃいけないんで。あとローもしたいので、このターンは2体で殴ると3-3、4-4と2-2なんでワンドローできるんで、うん、この2体で攻撃します。で、はい、ドローも、まず訓練、うん、とワンドロー。ワンドローもついた、そうだ、ついちゃって、そもそもつか。で、1-2でワンドローから、はい、ドローします。で、訓練通すしかないわ。7点かな。7点です、うん、でかい、ターン終了です。いや、ちょっとあの動画前に聞きとして語ったことが何一つできてないんだからやるけどさーって感じなんだよじゃあ無謀な威嚇超えたないわ。あ、はいはい、これでことサリア、サリア、まあしょうがないですね、死にました。2つ時間となります。これ、この軽減されるんですか。軽減される。え、このダメージすら、うん、全容ボタン、すべてに与えられるダメージを軽減します。やばすぎもうたどり着いてしまった。え、はい、これとりあえずまだ全然戦えるってことで気づいてしまった、はい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 、でこれアタックしよう。アタックします、はい、でアタックした時に、戦術の引き寿司の効果、はい、こいつのパワー以下のマナコストのインスタント操作量をもう一回捉えることができます。追放して、ということで本庁重宝将校兵にこっち対象取って、こいつ2点、空洞将軍に4点。あ、こいつ死んでしまうのか。いや、まだ何もできない、うん、死んで、で今3-4と1-3、こいつ2-2だからね。あ、こいつブロックしても引き寿司はまだ残るから、これをブロックすると果敢な地域とか打たれて、うん、ただでも次のターンこいつは殴っても皆小木で相打ち取られてしまうので、次のターンに殴りたいっていう圧を見せることに意味があるかもしれないのと、うん、これがブロックすることによって英雄的クリーチャーに使うべきだった果敢系カードを相手が使ってくれるかもしれないっていうのもあるので、うん、ここブロックします。ブロック、次のターンにまた中退もう一個はねあったらしょうがないからでもここはね、やっぱ頭数、口べらしをしていかないと。口べらしを、口べらしをしよう、はい、これ、かかない事業を平気術に使います、はいはいはい、で、2-3にしてワンドロー。はい、大丈夫です。これは本当にいいかどうか分かんないんだが、これ2-3だから、そっち1歩取って、1歩取って、こっちが3点かな。3点、はい、残念、はい、ます。15。で、メイン2。あ、土地もある。まあ、11点していいだろう。はい、はい、で、11になって、はい、サリアの中央、アンタップイン、おしまい。いや、これね、また防御と。1日間パワー上げられちゃうときついんですよ、ね、これが何番になるか分かんないね。分かんないですよ、ね、今は1日の2段攻撃だから、ドローします。もしかしたら4-4に2段攻撃になっちゃいますね。4-4はね、こっちのダメージ全く取る、強すぎ。ドロー
無謀な怒り一発と、え、このね組み合わせマジやばい、やばいすぎる。してなんかこいつがなんかダメージ軽減っていう、ね、化け物すぎる。全然受け入ってないでいいかと思ったら全然その1枚が強すぎて、1枚引けば2枚になる、やばいね。やばいっす、戦闘入ります。はい、まあ、ドローしたいんで2体でいきましょうか。うん、はい、まあ、これしょうがないですね。でまずドロー、はい、と、訓練、うん、で三三と三三ですね、うん、見た目何もない、はい、でここでインスタントタイミングで人間がなんかやってくるっていうのはもう中退しかない。中退、そうですね。で4モナちゃんと立ててるんだなって、ね、ってます、まあ、これの起動型もあります。あ、そうだね。まあそれはね、どこまでやるかって話なんだな数は減らしたいな。でもこれ、まあでも寝てるから授業されてるのと同じっちゃ同じなんだよな。うん、3で6点でしょ、5でしょ。で、まあ、起動型能力使ってくれたら多分ね、絶対使わないと思うんだよねブロッカーを俺らもうね、3体食いちゃったしてブロッカー立てないわけない。確かに、このブロックは難しいんですよ。マジック戦闘がめっちゃ難しい、うん、これ楽しいですね。パイオニア引くカード何があるかなみたいな。これ、うんうん、で一番勝率高い方はゲームをちょっと次のターン持っていくのかって話なんでね。これでね、結構あっちも手札はそれなりにあるから4枚か、その長引かせると良くない説はある。で題名に出てくるクリーチャー大体2枚大体2枚ブロックショー、ブロックします。はい。ブロック確定後に、はい、サムトの思想。ああ、21の戦術と、防御の思想。まず対象取ったんで、防御します。はい。で、これは捨てろ捨てないといけない。ああ、しかも、フラッシュバック持ってる。めっちゃ強い。で、1日カウント乗っけて、はい、で、さらにサムトの思想を解決します。はい。4-3の、4-3になって戦術。はいはいはい。これはトップかな。トップ強いんだ、引くカードが。これで、まあ、4-3ダブルストライクだから。まあ、このターンに使わせてよかったと思うことでしょうかな。はい、じゃあ解決で、はい、じゃあ3点取ってそいつは1個取った。はい、では第2面入ります。はい、こっち置いて人間です。うん、これ2体だから副官からか。はい、2マナで、うん、オッケーで1個投げました。はい、で3マナで救出専門家。おー、来たー。なんかはい、出たんでまず1時間となります。はい、墓地のクリーチャー1体を対象取ります。うん、墓地のクリーチャーが魅力的な墓地。オッケー、では、1時間ターが乗ってで、魅力的な技が出て、うん、でこいつを通用します。はい、で、エンドに行きたいんですけどいいですか。はい、エンドにこいつが返ってきます。うん、で、1個投げます。はい、で、墓地のサリアを作ります。ちょっとやりすぎだから。で、こいつだけ殴れないです。いや、いいんで、いるだけでいいんだそいつはおいマジか、そんなに行くので、1-2-3と入れたんで、まあ、もう1個投げますね。おしまいです。ちょっと変わったぞ、話がまた変わったぞちょっと2体だけだったはずが、4体出てきてしまったおいおいおい。しかもサリアだるすぎだろ。こいつハンコも持ってます。とりあえずってみるか。今までこれ軽減するから、うんうん、これをこいつにブロックされてもまあいいんだ。うん、考えていくと、はい、2マナでワンドロー。まずはアフォール。はい、あ、強い。2マナ2マナ弱いってでワンドローします。はい、まあ、さっきクードロー破壊しなければってことがあったのかもしれないですね。いやいや、そんなことないだろ、さすがに。さすがにだろ。どっちかって言うと、ハンコンが、ハンコンがやだわ。確かに確かに。これもね、強いんですよ、ハンコンが。なんかやっぱ殴り環境だから。うん。いや、殴らない説あるな、全然。4-3。3-3バグってますよ。じゃあ、どうしよう。バグベアタップイン。バグベアの巨人ですよ、タップイン。立たすときは、ハンコンはね、いけるんだよね。ハンコンしない、ね。ハンコンしないことはできる。うん。僕らまたサリアの区間とかで一日乗っけちゃうかもしれないですけどね。まあ、そしたら、まあ、うんって感じでね。おしまい、おしまい。じゃあ、ターン待ちますよ。はい、どうぞ。どうします。やることが、ちょっと5マナで中退です。はい、反射は出せ。反射魔導士を引くと一気に4-5-6こういろいろカードやめてもらってエーデリンエーデリンは確定として、でキャス、もう一体が、で、まあ、2体出たんで5、うん、戦闘に入っちゃおうかな。はい、どうぞ。こいつはブロッカーで十分になって、まあ、ここ2体が訓練でパワー5になって、人間出てきて、こいつのパワーが1個上がるっていうか、まあ、これで8点だから、1体ブロックには絶対入ってくれるんで、無謀な怒り、無謀な怒り、編成攻撃、もう1体行ってもいい気がする。もう1体行って通るやつがいないんで。じゃあこの2体で攻撃します。うん、で、訓練と、エーデンで1-1の人間が出るのがいいです、はい、じゃあまず訓練から解決して、4になって人間が出て、人間が出たんで1個乗りました。7点と5点と1点。いや、中体から反射魔導士めぐったら相当イージーだったんだけど、反射魔導士の方が良かったんだよね。これブロックするじゃん。はい、
で、ここで、押し目しか。なるほど。で、ボギー。はい。しっきりしないか。これ捨てて、4-4ドルストライクのプロテクションしよう。死んだ。じゃあ、先月ですか。で、これ先月1。で、これが通す。うんうんうん。まあ、これで使わせたことによって、ブロックに入れるようになっていう考えにして、じゃあまあ、8点分こいつに入って、これが死んで、5点。5点入って、3になって、この1。これも死んだ。はい。で、次に、いや、あのね、大隅氏はもう一回使えるから、こいつで。確かに確かに確かに。で、こいつは緑なのかよ、これ。反射戻しちゃったら、それ、あの、これですり抜けて、白を切って、全部すり抜けるからいいんだけど、次のターン、ブロックできないから。で、これなんか、緑の謎のカードなので、うわ、そいつが一番嫌だったー、みたいな。探しに行くしかない。はい。で、もう1点突破の証拠を表彰しかない。15点が。で、果敢な一撃。あ、強い。で、まず、防御。プロ。あ、防御のアンドロアンディス。で捨てる、はい、でこれもうね負けるから今は俺のターンを渡してしまってはコマンドロする。はい、今ので、はい、祖先の怒り、あトランプル、はい、こいつトランプルで、まあ、墓地の、こいつプラス1の修正受ける、だから今1はないからプラス1ゼロのトランプル受けます。でまずでワンドローもあるんだけどまずは防御する、はい、いらない、あ土地土地をしてたからでかくならない、はい、で、1ゼロ修正与えてワンドロー、はい、何よりだわ。でこれで攻撃します。はい。でその時にもし飯をじゃあ巨匠に1万払って、財力で1万払って、ただ高い1万払って唱える。で、防御します。はい、で、プロテクションは選ばなくていいのかな。そうですね。最初取ってたやつですね。うわー、土地。いや、土地じゃないんだけど、あ、土地っていうか、じゃあこれ、はい、サムトン失踪してます。はい、で、プロテクション。で、白か。白、はい。7やったか。14。14点。14。結構惜しい。プロテクションは緑で。緑で。はい。はい。下に行きます。緑か。はい。14点ですもんね。いや、もうスルーしても勝ちじゃん。ハンコンだけ回復するか。はい。ミルク王子もいらない。いや、ブロックスいないから、ジャンプで。はい。じゃあ、ここだけブロックします。はい、写真で。まず先制で、6点。7点か、こっち2、3、4、5、6、7で、もう一回7点の3点回復、だから4点受けて2、3、4、はい、はい、おしまい、おしまい、はい、じゃあ払います。あーいやーちょっと違ったんだよ、君じゃないんや。これが当たりだったか。緑かー、反射戻しだったら逆に負けてたのか今。うん、かわしてワンチャンあったで、ね、確かに。あ、なんか当たった逆に。じゃあ今満を持ちして反射ボタン。いやいいだろ、もういいじゃん。こっちいいじゃんが。はい、じゃあ戦闘入ります。はい、攻撃。何点だよこれは。まず人間が出て1、2、3、4、5、6、7、8、8の訓練で、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23点。ありがとうございます。いや結構ギリギリまで詰められました。いやなんかね、無謀な怒りで、あ、もう引かなかったら負けた、あのまま負けたけど、もうちょっといい勝負だったけど、いやさすがにでもちょっと2枚目の中隊は犯罪なので、いきます、お願いします。じゃあまず1枚か、こちらいこうかな。賢い口実、賢い口実師、こいつはストリック成分のカード1万01、だがインスタン操作にある呪文を備えるとコピーするとなんと22修正。22でかすぎじゃないですか。1回捉えるとなんと23。やば。はい、どうぞ。ドローします、うん。あ、いいカードできましたよ。何？手つかずの量の、はい、人間です。ブロッカー1人ダル半シルです。はい、失礼します。はい、何度、はい、うん、速走速走、はい、まあまだ1、2がいるんでね、はい、さらにここから弾出して、はい、無謀な怒り、あーもう死んでしまう。マギカカンマギカカンマギカカンで2点ダメージと、はい、4点ダメージ、4点、はい、決めました。はい、そして今2、3と2、3、どっちも2、3、4点ダメージ、4点、4点食らいます。おしまいです。手札が3、3枚結構食らってますね。どうします、白で置きます。はい、2マナ、はい、僕が引いたカードね、メタカード、あーだるい、ちょーじゃーさあ白です。1、2、2、1、先制攻撃が立ちはだかる。おしまい、おしまい、サイヤが殴れなかった。どうします、いいよ、緑、はい、白、緑でエーデリン、うわ強ー、タク4、やば、どっちも倒して、はい、おしまいです。いや、どっちも倒したいが、あいつはもう無視するしかない。なぜならもっとヤバいやつが入れたくて。でも2、4か、で、こいつ死んだら1、4になるから、1、4、
相当でも相手はきついはず。赤白ランド白毒、はい、これはね、ゴーゴーイケイケどんどんイケどんどんでしょう。アタックします。アタックします。して、はい、効果によって、はい、無効な怒りを備えて、はい、こいつを備えて2点、はい、4点4点、はい、1マナお願いします。1マナ払う、はい、で232313 232313でこいつをブロックしに行くと1枚となられるとパワー4を超えてしまうんでいけなくて、うん、こいつもサムトの思想価格がない地域でこいつ死んでしまうので、うん、倒したくないんでこいつをブロックですかね、うん、まあこっちはね別にブロックされたとしても死なないんで。死なないっす。こいつ1音だからね。待って、はい、4点、はい、お、これはかなり順調。いやきつい。いやだ、早く終わらせないとこのゲームはいけない。証拠の場所やばい。しょない出します。いやこのゲームは早く終わらせる。いやショックインです。これはもうこれ中隊構えてるより見せることができるので、うん、こいつは警戒だから殴り得なので、okay. まず殴ります、はい、で人間が出ます。はい、はい、2と1です。3点もう中隊撃っちゃいます。おちゃんとあるある、いってるね反射魔導士が。でもね、でもちゃんと中隊選ばれてるから、マジで才能ない人は中隊引けないから、ね、敵に入ってるんだか入ってるんだか、なんか3ゲーム1回しか引かないみたいな、そんな感じだから。おや？おや？サリアが？いや、様子が。ちょっと待って。緑のクリーチャーが大事ってさっき学んだの。ああ、ちょっと。まあ、中隊は良くない文明だよ。中隊からね、まあ、実質中隊と呼ばれるクリーチャーが出てしまった。中隊から中隊で。もう一回。おーい。出てきます。いや、そいつはマジでね、いるだけでいいからな。マジで本当に。これが出ました。で、1、2、3、4、5、5点と1点ですね。とりあえず1、1はこっちが2段攻撃だからロックするか。はいはい、はい。そして。これ5点か。5点。いや違う、こっちが先死ぬわ。あ、そうか。こっちが先死ぬわ。あ、そう、4点か。うん。これで、先にこっちが死んで。死んで。で、こいつは下がって4点乗って。4点。中はい。ああ。先生動き偉いですね。三周です。いや、でもちょっときついぞ。一気になんか場面。いや、ライフリンクきついな。ライフリンクやばいし、緑いるし、みたいな。緑いるし、サリアもいるし。最適解マジわかんないんだよ。いや絶対さ、動画終わってコメントでさ、いやこうした方が良かったじゃないかってコメントが絶対つくからさ、なんだ、死んで覚えようの回、はい、皆さん、あのご教授よろしくお願いします。パンチックスが、うん、G1 アタックだ。 G1 アタック、いや無謀な怒りからサムトの姿勢だと、防御で2枚有効は減ってて10点いってしまうんですけど、この悩み方はないと踏んで1点通したいです。2点なんですよ、2点実は。2点通したいです。はい。はい、2点通します。はい、おしまいです。おしまいです。でも無謀な怒りこっち打ったら死んじゃうよねっていうか、確かに普通に死んでました。この微妙なね、3マナっていう、確かにもう1枚あればね、4マナあったら1個は入れてるだろ。4マナあったらブロック入ってましたね。どうします。効果無謀にしたいのもあるので、1マナで、うん、有謀な浸透、はい、で職員、はい、戦闘入ります。はい、でここと、まあ、こいつはもうブロックできないんで、この3体でいきます。はいはい。で、ワンドローとトークンで、ワンドローしてトークンが出ます。はい、これとこのポイントを、受けました。はい、この2体通します。はい、じゃあ1、2、3、4、5、6、6と3で、これは起動しなかったです。じゃあ、どこですか。ブロックして、ブロックします。ブロックダメージも決めて、はい、ただブロックしていこう。はい、最後にここで今押し飯にしろ。ああ、押し飯プロテクションしろ。なるほど、反抗もされないと。いやー、まあしょうがないですね。はい、大丈夫です。で、戦術1、はい、来たじゃあ解決で、はい、これが死んで9点です。いや、これで俺のサリアが動くようになりました。もういいよ、それはもう、それはもういい。この際 OK。 第2名入ります。はい、3点回復です。ちょっとおい、ブリンクやめるや。3点回復です。いや、そっちはいいわ、もう。あのね、いいんだよ、それは。いいですか。それはいいが、ちょっとあの、3点2か。3点2です。3点2。3点2、OK。3点2して、緑のブロッカーも出して、終了です。厳しい。もう何もないです。いや、あのね、緑、あの2枚の中に緑がなければ、確かに、申し飯があるかもなっていう。じゃあ、いきます。はい。うわ、こいついてねえんだな、このカード。いや、それはね、無謀な怒りですね。そうなんだよな、引かれてますね。とりあえずこれは勝つためにはタリアどうにかしなきゃいけなくて、うん、無謀な怒り、はい、2点4点2点4点、はい、で22修正入って23、はい、で館内地域はこれかな、はいはい、うん、そこが一番で、1-0修正とワンドローでまず防御を使います、はい、これで
スケル、このスケル2で、バンドロー、はい、土地を取る、土地をある、あれ1点食らったのかな、カジバで、え、これ簡単、足りねえか、足りねえか足りねえか、トランプルがないんですね、今ね、多分ない、ブロックができるから、それでとりあえずじゃあアタックします、はい、プロテクションかな、どっちかな、プロテクションか、プロテクション白白白白扇白でございます、はい、扇します、はい、で、ソーサリー、あー実は宣言変わった可能性あったんだが、確かに白か、白で、で1マナ、1マナ、無謀な怒り、無謀な怒り、無謀な怒りで、はい、2点、4点、2点、4点で、カジバで1点食らった、カジバで食らったで、ボギー、ボギーで、捨てる、え、無謀な、あ、これ関係ね、8点、あ、かかんない一撃あるじゃん、はい、かかんない一撃こいつ打ったよね、かかんない、え、おぼし飯打ったんですか、おぼし飯持った、で最初にかかんない刺激打って、あ、そっかそっかそっか、かかんない刺激打ってて、整理しますか、はい、まず無謀な怒り打ちました、こいつに対処ってサリン殺しました、で次かかんない刺激でなんか引きに行きました、引きにこいつ打って防御した、はいはい、で次アタックして神々のおぼし飯打った、おぼし飯をついて追放して、そのうちを打ってこれ追放か、追放して、これ追放して防御して、で2個備えたから2個乗ってて、で最後無謀な怒りこれこれ返して、ええ、あった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 、おぉ9、いやこれがあるか、だから今5、4だ、5、4、2段攻撃、プロテクション白、5、4、2段攻撃、プロテクション白、ちょっと繋がったんだけど、ハンド0だけど0、俺0、これ黄色0え、繋がった、これはあった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 、え、途中で気づいたマジか、こいつをブリンクしてればよかったのか、3点ゲインなんかしてればよかったないや3点もでかかったと思うんだけどな、こいつら自身はなんか4回捉えてます、無謀な怒りかかんない地域、3、4か、4だ、 4回、いやこいつらも止めれなきゃいけないし、4回だと何、5、6なんすか、5、6てかまあこれでも10点あるんで、いやブロックします、10点負けました、あー、すごい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 、いや絶対負けたと思う。めちゃくちゃ考えたの。めっちゃ考えて。めっちゃ考えて、ないわこれはっつって。あった。くそー。いや最後にね、殴って防御が効いてました、ね。さあということで、熱い対戦多くしてきましたけど、いかがでしたでしょうか。意外となんとかなってしまった。そうですね。もう奇跡に繋がった。繋がった。繋がってましたね。なんかもう結構盤石かなと思って、3点ゲインで圏外、8点来ても圏外かなと思ってたんですけど、10点来ちゃいましたね。いけちゃう？かかんない時期、10点いけちゃう？やば。どう頑張っても8点までしかいかんと思って。で、除去室って、サリアと除去して、あいつもいなくなって、みたいな。したら、だから無謀な怒りがまず足りなかったんだけど、ボーギー引いてきたんだよ、確かに確かに、あれインスタントのめっちゃいいですね、あれのカードで、かかんない次の、いや、1-0修正、インクの尻じゃなかったみたいな、ワンダローがついて嬉しいとかじゃなかったんで、ダブストだと2点分ありますもんね、そうだね、そこはでかいので、はい、ということで、はい、今回は、ボロセルク対人間デッキをお送りしてきました、まあ、人間デッキもさ、すげえ盤面厚くてさ、すごいその経験能力高いし、クリーチャーこういったね、なんか結構一点突破系のデッキであっても、うん、いや、いっぱいいるんでっつって言えるし、殴り方ちょっと難しかったりしますけどね、うん、ここまでかなり難しいと思う、うんうんうん、コントロール相手のさ、なんか中隊あったりとか、うん、さっきの救出専門家みたいので、どんどん盤面をちょっと並べ直したりとかできるから、ね、なんか思ったより粘り強くて、いいデッキだと思った、うん、はい、ということでよかったらね、デッキリストもね、概要欄の方に載っておりますので、よかったら組んでみてください。というわけで、今回の動画は以上になります。よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。というわけで、登録お疲れでした。はい、多忙でした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネルの登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。また、マジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。